難読漢字、意外と読めない送り仮名漢字が全部で24問です。では始めましょう。第1問、これ何と読む？正解は勤しい、一生懸命にする、励むという意味です。第2問、これ何と読むでしょう？正解はすべて、多くの事物、事象を統括してひとまとめにして言う語です。第3問、これ何と読むでしょう？正解は記す、心にしっかり留めることです。第4問、この漢字何て読むでしょう？正解ははしゃぐ、調子に乗ってふざけ騒ぐことです。第5問、これ何て読む？正解はわきまえる、物事の違いを見分ける、辨別するということです。第6問、この漢字何と読むでしょう？正解はどもる、言葉が円滑に話せない、スムーズに言葉が出てこないことです。第7問、この漢字何と読むでしょう？正解は儚い、束の間であっけない様です。第8問、この漢字何と読む？正解は逃げる、逃れて姿を隠すことです。第9問、これ何と読むでしょう？正解は挟む、ハサミで切ることです。第10問、この漢字何と読むでしょう？正解は目の当たり、目の前という意味です。第11問、これ何て読むでしょう？正解は身ごもる、妊娠する、はらむということです。第12問、この漢字何て読む？正解は宿る、とどまる、家を構えて住むという意味です。第13問、
何と呼ぶ？正解は与える。自分のものを他人に渡し、その人のものとすることです。第14問、これ何と読むでしょう。正解はみすぼらしい。外見が貧弱だ、身なりが悪いという意味です。第15問、この漢字何と読む。正解はまがまがしい。悪いことが起こりそうである、不吉であるという意味です。第16問、この漢字何と読むでしょう。正解は流行る。したい気持ちで待ちきれず、興奮して勇むことです。第17問、この漢字何と読むでしょう。正解は乗っ取る。基準として従う、手本とするということです。第18問、これ何と読むでしょう。正解はぬかる。雨や雪解けなどで地面の土がドロドロになることです。第19問、これ何と読む。正解はながらえる。生きて長くこの世にいることです。第20問、この漢字何と読む。正解はとても。どうせ、所詮という意味です。第21問、これ何と読むでしょう。正解はつとに。ずっと以前から、早くからという意味です。第22問、これ何と読むでしょう。正解は高ぶる。気分が高揚したり興奮したりすることです。第23問、この漢字何と読む。正解はたぎる。激する気持ちが盛んに湧き起こることです。第24問、最後の問題です。これ何と読むでしょう。正解はけりがつく。終わりになる、決着がつくという意味です。